アグネシュ・サバイは、ハンガリー・キシュクン・ハラシュ出身の女子プロテニス選手。2007年の全米オープン女子シングルスでベスト8に入った選手である。WTA ツアーでシングルス5勝、ダブルス2勝を挙げた。自己最高ランキングは、シングルス13位、ダブルス22位。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち、サービスを最大の武器にした。サバイは、 両親の手ほどきにより、6歳の時から地元のテニスクラブでプレーを始めた。ジュニア選手の大会では、2005年全仏オープンの女子ジュニア部門で単服優勝し、ウィンブルドンでもビクトリア・アザレンカと組んで、グランドスラム大会の女子ジュニアダブルスに2連覇を達成している。ジュニアの頂点に立った後、2005年全米オープンから4大大会の予選会に挑戦を始めたが、 2007年、前後オープンまで予選敗退が続いた。4月最終週に、個国ハンガリーブダペスト大会でダブルス初優勝。全仏オープンで初めての本戦出場を決め、ここからサバイの急成長が始まる。全仏オープンでは、本戦2回戦で、第9シードのアンナ着ベタゼに4から6、7から6、4から6で赤敗した。ウィンブルドンも、 予選3試合を勝ち抜いた後、本戦2回戦まで進み、ここでは、アリオーナ・ボンダレンコに敗退した。2008年全仏オープンにて、ウィンブルドン選手権の終了後、サバイは7月第3週のイタリア・パレルモ大会で、シングルス初優勝を決めた。全米オープン直前の最後の前哨戦として、アメリカ・コネチカット州、ニューヘブンで開かれる、パイロットペン選手権にて、サバイは、 予選から勝ち上がり、一気に、ツベトラーナ・クズネツワアとの決勝戦まで進出した。サバイは、決勝戦の第2セット途中で危険に追い込まれ、クズネツワアが優勝した。これらの好成績により、全米オープン開幕直前に、世界ランキングを31位まで上げると、全米オープンでは、初の本戦直接出場を果たす。サバイは3回戦で第7シードのナディア・ペトロワを破る。 勝利を挙げたが、初進出の準々決勝で、クズネツォアに1から6、4から6で敗れた。この大会では、女子ダブルスでも、ブラディミラ・ウーリロバと組んで、準決勝に進出し、台湾ペアの先鋭前紹介を組と対戦している。この年の活躍により、彼女の世界ランキングは、年初の207位から、年末の20位まで急上昇し、 2007年度 WTA アワード最優秀新人賞を受賞した。その後、彼女は2008年ウィンブルドンと2009年全仏オープンで4回戦進出があった。2009年7月に彼女の地元で開催されたブダペストグランプリでサバイはシングルス決勝でパティシュナイダーを2から6、6から4、6から2で破り、2年ぶりのツアー三勝目を挙げた。 翌年の大会でもシュナイダーを破り連覇を果たした。2011年頃からは故障に悩むようになり2011年全仏オープン1回戦を最後に長期欠場を余儀なくされた。2012年ロンドン五輪でツアーに復帰したがシングルスダブルスとも初戦で敗退した。全米オープンではシングルス1回戦を途中棄権した。この大会が最後の出場になり、 2013年2月に24歳で、現役引退を発表した。略語の説明 W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール海戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選海戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス。 Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。